お疲れ様です。久々にね、あれやろうかなと思うんですよ。ジャンクスタイルです。いや、ジオラマですよ。ジオラマ、皆さんジオラマ好きでしょまあミニカー買ってね、まあそのまま保存するっていう方もいらっしゃいますし、中身出してね、あのディスプレイするっていう方もいらっしゃいますし、まあジオラマにね、配置して、まあ、楽しむっていう方もいらっしゃいますし、まあそのまま配置するんじゃなくてね、ジオラマにちょっと置いて写真なんか撮ってね、なんか SNS なんかにアップしてねっていう感じで、結構ね皆さん興味あるかなと思うんですけど、私もね過去に2本ぐらいか 2,3 本ジオラマ関係ミニカーにな のね、うん、あのジオラマアップさせていただいてるんですけど、割とね、なんだろうな、その時ボンと上がんなくても結構長いことを見ていただけるんで、割と人気のコンテンツというか、皆さん興味あるんだなぁと思って、ジオラマといえばね、こういったのがねあるんですけど、結構高いしな。いやでもね、もう周りの友達みんな持ってんのこれ、いいなぁいいなぁとか思いながらさ、でも、高いの買えないからね私。まあ、でも値段の割にはね結構良さそうな感じではあるんですけど、まあ私といえばね、貧乏といえば100均ですよ。でこれなんですけど、これやっと手に入ったんですよ。去年の年末ぐらいかな、最初キャンドゥだったかな、その後セリアとかに入ってたみたいで、あのこれ連結ディスプレイベース、まあ要はガンプラに使うような感じ、ガンプラ HG、 まあ要は144分の1、10何センチサイズ、14センチぐらいかなのサイズのプラモデルなんかに使いますよっていうやつなんですけど、なかなか入らなくてずっと探してたんですよ。だから今年の頭っていうか年末からずっと、今年の頭か、年末にぐらいに話題になったのを頭ぐらいに、今年の頭ぐらいに知って、まあどうでもいいかってまあそう3ヶ月ぐらい探してたんですけど、やっとねあったっていうか、ずっとキャンドゥとセリア探してたのにダイソーにあるのね、知らなかった。で5個あったんで5個買ったんですよ。いやこういうのって偶数がまあセオリーじゃないですか。例えば多分こんな感じでねつなげられるんですけど、まあ偶数じゃないですか。なんでね、どうしようかなと思ったけど、まあある時に買っとかないとなって、まあ買い占めですよ、買い占め、これは買い占め、お店に在庫がある限り買ったんですけど、多分ねこれミニカーに使えるんじゃないかなと思って、かなり気になってたんですよね。まあもちろんね、あのガンプラ置くのもいいと思うんですけど、ちょっとこれ開けてみようか、どんなものかよく分かってないんですよね。コネクタブルディスプレイベースかな、はい、こんな感じで、これね山田科学株式会社、まあ100均に多いかな、100均のプラモノで多いかなと思うんですけど、これ素材なんだろうな、開けたらこれペロンと、こんなもん、組み立てはこれか、素材は多分 ABS かな、なんかそれっぽい感じで組み立てんの、これ、ま、あなるほど、くっついてやがる、あうまいこと考えてんな、ちゃんと収納っていうかパッケージに収まるように。待って、どうだい、ちょっと待って、あの組み立てタイム入ります。パーツ自体は5パーツかしかなかったんで、まあ一瞬で組み上がりますね、なんてことない感じで。でも結構モールドもしっかりしてるしいいよな。でこれちょっとガンプラ配置してみようか、とりあえず。エントリーグレードのニューガンダムなんですけど、まあニューガンダムちょっと HG の中でも背は高い方なんですけど、背はねちょうどいいけど、武器とか持たせない方がいいのかな、これやっぱり格納ベースな感じなんで、ちょっと窮屈は窮屈ですね。これで羽がある系とかだったら、例えばこれの排入とかさはちょっと無理ですね。まあ標準的な HG144分の1 スケールのガンプラは大丈夫かなって感じなんですけど、でもそれなりに雰囲気あるんじゃないっすねえこれ100円っすよ。でまあちょっと窮屈いんで、連結っていうぐらいだから連結させられるんでしょ、ちょっとやってみようか。これで2個分なんですけど、まあこんな感じで、あの後ろでこう引っ掛けが引っ掛けなんこういうのがあるんで、どんどんつながる感じですね。これねジョイント部分っていうかな、これちょっと真ん中邪魔だから外してみようか。ちょっと
ニューガンダムは窮屈そうだよね。真ん中の柱を取っただけなんですけど、ここもここで結構いいっすね。これいいぞ。これで200円ですよ。で、下の部分はね、結構モールドはあるけど、邪魔にならないぐらいの感じのモールドなんで、こんな感じ。土台部分のモールド。なんで、ボコモールド、ボコ凸モールドっていうかな、そういうのはないんで、なかなか、これ、きちっとね、ちょっとクリアランスがね、甘いっていうか、隙間が見えちゃうところあるけど、まあまあまあ、はっきりなんでね。ガンプラもいいけど、ミニカー配置できないのかな？なんか適当に。おお、あ、ね、こっち方向にはミニカーはみ出しちゃうね。エッセンツアーでもはみ出しちゃうぐらいだから、こんな感じかな。奥しかないな。悪くないけど、どうだ？ちょっとアングル変えてみよう。こんな感じですね、もう。悪くないよね。縦方向はちょっとあれか、ミニカーに対してはちょっとでかすぎるかな。これ横方向に欲しいのとこっち方向に欲しいよね。ちょっとあるだけつなげてみよっかな。手持ちが今5つなんで、まあ4つ横に並べて1つちょっと試しに重ねてみたっていうか連結させてみたんですけど、ミニカーだとなんだろう、縦方向っていうか、高さは十分あるけど、こう奥行きがちょっとミニカーをこうなんだ、こっち向きにするとはみ出しちゃう。足りないっすね。横とかにこうする分には全然いいっすけどね。でも雰囲気な感じで、どうすかね。縦はいらないかな。ただ私みたいにこう動画とか撮影するんであれば、こんな感じで背景にもう今ただ白いだけだから、こんな感じで撮影ベースっていうかブースっていうか組んでみるのもいいかもしれないですね。ここちょっとネームプレートとかをこう貼ったりとかね、できるようになってるっていうか、スペース空いてるんですけど、これがなかったらな、これがまっすぐだったらミニカ、ちょうどいいぐらいかなって感じなんですけど、縦方向はいいかな、高さはいいかな。ちょっと横に連結させてみて、5つミニカーちょっと撮ってみよっか。まあちょっとやっぱ高さがありすぎて持て余しちゃってますね。で、このやっぱ奥行きが欲しかったかな、ミニカーね。もうちょっと足りない。こうギリギリまで この、この角度がなかったらなーって感じっすね。いろんなとこ拡張性あるけど、でもこんな感じ。ちょっとポロポロね、外れやすいんで、ABS 用の接着剤なんかでもう止めちゃった方が早いかもしれないっすね。まあ私みたいに撮影とかね、こんな感じで。する場合の背景にもいいかもしれないので、もうちょっとあればな、バッグがこんな感じでできるんですけどね。ちょっとミニカーのジオラマに使うには2個ぐらい買ってね、つなげて写真撮るぐらいでいいんじゃないかな。そんなに大量にいらないですね。持て余しますね、ほんと。スペース的にもひっくり返してこんな感じでもいいかもしんないね。もうなんだろう、床ボコボコだけどね。裏面使うっていうのはダメかな。裏面はあっさりしてるからダメだね。やっぱミニカーだとこのぐらいの奥行きが欲しいね。まあちょっとした撮影なんかいいと思いますし、私みたいな、ね、人間の動画とか撮る人間の撮影スペース確保、撮影ブース的な感じで使うのはいいんじゃないですかね。で、いろんな穴っていうかね、なんだ、ジョイント部分が共通なんで、まあ、拡張性はあると思うんでね、いろいろと遊べるんじゃないですかね。まあまた見つけたらあるだけ買うよ。じゃないと撮影スペースも完成しないしね。ミニカーのジオラマとしては中途半端だったかもしんないですけど、でもいいよね、500円で楽しめたわ。私ガンプラもね作ったりするんで、まあ素組み程度ですけどね、最近は、まあ、それのディスプレイにもいいしね。もうちょっと奥行きがね、ほんと何度も言うけど、じゃあなかなかね売ってないかなと思うけど、見つけたらね、ぜひ買ってみて、まあ、2、3個でいいかな、ミニカーだったら。で、撮影なんかしてね、楽しむっていうか、まあ遊んでみてはいかがですかね。私ももうちょっと買い揃えますよ。
じゃあちょっとすごいぐちゃぐちゃなってるけど、今日はあでもこんななんだろう、廃墟っぽくすんのもいいかもね、こんな感じでね。はい、じゃあ、すいません今日はこんな感じですね。はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。